すごいお店のレベルがロイヤルになったよ。新しいオーダーが追加された。ぶっ刺すものが多くなったんですよね。おお、ただドーナツキウイパイン、ドーナツから刺してけいいんだよな。言ってる順に刺してけいいから、お菓子ドーナツキウイ、どれだ、キウイパインで、これ下から順にやっていかないといけないから、まず抹茶を全体にぶっ破するんですよ。ぶっ破してさらにその上をホワイトでコーティングする。でパインはさらにそこに一応やるからとんでもない字になるよね。でこういう塗り方をしないといけませんね。でチョコレートスプレーがイチゴで、抹茶なんだった、クッキーかな。でよくわかんない、アラザンっていうのがこの銀色のやつ。新しいオーダーっていうか何が増えてんのかな。このままだと同じなんですよね。もう一人ぐらいありますか。モリッチシュークリームバナナイチゴ、3人にしましょうか。じゃあまたシュークリーム、シュークリームってどれだっけ、これか、シュークリ、本当にシュークリーム、これ違うな、間違えた時は一旦串をスライドして、まあ戻し方が分かんないからこれでやってるんだけど、これがシュークリームね。シュークリームバナナイチゴ、すごい変な刺し方になったね。でチョコがビターで、シュークリームにチョココーティングしたらどうなるんだろう。イチゴホワイト、いちごにいちごや、いちごにいちごやったらどうなるんだ、よりいちごになるのかな。でトッピングがチョコスプレー、これ覚えないといけないから大変なんだよね。多分コーンフレークと粉砂糖、クッキーとコーンフレークがね、ものによって見にくいんだよね。じゃあラスト、姫スペッチだっけ、オレンジマンゴーシュークリーム、呪文だよね。スタバは怖くて入れないんだけど、それだともっとあれでしょ、長いんでしょ。オレンジ、オレンジ、オレンジマンゴーってこれだっけ、マンゴーシュークリーム、トッピングじゃない、トッピングじゃない、先にトッピングしてみたいな、やってみるか。あ、ダメだって。チョコ先やってからだって。いちごチョコを、いちごとオレンジって共存できるのかな。で、抹茶。で、ホワイティ。トッピング。チョコレートスプレー、クッキー、粉砂糖だね。粉砂糖がすごい綺麗なんだよね。美味しそう。お餅っぽく見えんだよな。お餅っていうか、なんて言えばいい、お餅じゃねえな、なんて言えばいいんだろうな、あ、打ち粉みたいに見えるのか。はい、こんな感じでこれが今ロイヤルになりましたと。で次がまた後ろで2つロイヤルにしたいと思います。はい、じゃあ続きやっていきましょう。すごい情報盛り上がってきて、大臣を決める、早速投票しに行かなきゃ。下画面の選挙センター、あ、選挙センターが増えたって、はいよ。でマニフェストが増えるのか、消費税の値上げにも関するあれですかね。よっしゃ、ようこそ免許センターへ。私の答えミッチー先生と呼んでね。ここは大臣を決めるところ。大臣は木を植えたりベンチを置いたり街を楽しく安全に整える仕事。あ、これでなんだっけな、増えるって書いてあった気がするぞ。リコ教えたまごっちをよく見て、マニフェストのところにいろいろ書いてあるでしょ。マニフェストっていうのを簡単に説明すると、大臣になったらこんなことをしますっていう約束よ。ゴッホのマニフェストよく比べてみて、投票したたまごっちが決まったら投票してね。フリフリッチ、緑豊かな町にします、木を2箇所に埋めてみよう、建物の色を変える、はーい、街灯を2箇所に置いてみよう、じゃないと君に決めた。明かりを2個植えてみようという、これ自分でやるの、植えようじゃないか、置いてみようだったね。これ自分慣れないのかな。
ただいま選挙中はまだ。じゃお金がっつり減ったね。あ、ここか。我が名誉にかけ大事になって町のために尽くしたい。びっくりした、応援してるふりしようって言った。一度大事になってみたいんですの。ん？立候補者が今街頭演説的なことをしてると。大事になってみたい。君たち理由が2人同じ。ナイトだけだったな、ちゃんとしてたの。まあいいや、これ時間が終わるまではダメだから、ってことはじゃあ先にお店行きましょう。自分のお店みたい、自分みたい、ありがとう、ミタロッチ。キラリッチ、はいよ。着物デザイナー、大変そうだな、これ。よいしょ、せ。あ、エレベーターガールだ。桜うさぎ。もうすでにわからんよね。色、抹茶って言ってんだ。抹茶、模様、濃い。あ、こういうこと？あ、違うな。恋ってこっちだな。灰色の、もうすでにわからなくなってる。とりあえず、まずやってみる？今のところ置くしかしてないんだけど。あ、いいんだって。あ、で、あ、置くだけだったらいいや。これ作れとか言われるんだったら大変だったけど。オッケーオッケーオッケー。とりあえず、オッケーオッケーオッケー。金魚、ゆらゆら、ソーセージ、生地、朱色、薄い、これをどっかにやって、いっぱいあるな。ちょっといっぱいやってやろうぜ。金魚かわいいもんな。多分これ一個やっとけばいいなっていうつもりでさ、これはみ出るのかな。金魚がいっぱいだ。なんかあの昔のケーキ屋さんみたいにさ、なんか自分でやんなきゃいけない、こうやってさ上からペンで塗らなきゃいけない、うわすげえやつだったらどうしようかと思ったけど、上に乗っけるだけだったら大丈夫だね。帯の金魚いっぱい可愛いな。こんにちは。桜満開の着物、朱色、あ、両方ね。じゃあ表面濃いにする。センスが問われるけど、あ、一回打っちゃったやつはダメなのか、もう。あ、間違えた、間違えちゃったからいいや。アクセントにもみじを真ん中に添えて。台無しだな、失礼しました。じゃ、なかなかゴージャスな頭しますね。あったよね、昔昔っていうか前回だか忘れちゃったけど。むしろこれさ、あれ薄い、俺ちゃんと置いたよね。これ帯でもいけんじゃねえの。どっかしらにワンポイントで入ってないんじゃねえ。ジュエリッジだって。あ、どっかしらに入ってればいいんだな。オッケー。伝統の着物、伝統の星色の着物って言ってた。はい、じゃあタウンに行きます。大臣何選挙ってどれぐらいあるんだろう。全然進んでないな。じゃあピザ屋さん行きましょう。おっと、口パッチ、お前ピザ屋になったか。スピードが命、電話で配達。もしもし、イラチ、全部デリバリーなんか。トマトチーズお願いします。生地、はい、ソース。うわ、殺人現場。
うまそう。これさ、どこでさ取り出せばいいかがちょっと怪しいよね。これでいける？生焼けっぽくね？大丈夫かな？もう一回ぐらい焼かないといけないんじゃね？あ、いいんだって。すげえうまそうこれ。いいな、美味しそうだな。おう、メロディッチだよ。トマト野菜、はいよ。生地もじゃあ増えるんでしょうね。これさ、一種類しか出してなくてもさ、あれ、さっきから一種類しか出してないけどさ、これもう一段階焼けないかな。あ、もう焦げるって。ダメだって。やっぱあれでいいらしいな。じゃあ普通にトマト野菜で出すか。ピザ大好きだっち。うちピザ近く、ピザ屋近くにないんだよね。なんか変ななまり方したけど。ああ、待って、止まった。よしよし。これだとスピードが速くていいな。早く伐採でチェーンソーを使ってみたいっていうところもあるんだけど。大どっちだよ。トマトミートお願い。いろんなあれを見たいよね。ミート、チーズ混ぜたやりたいな。いいな、ピザ食べたいな。あ、やべえ、押せてない。よし、完成。なんかもうちょっと焦げ目つけても美味しそうに見えるけどね。はいよ。尺が余りそうだな。トマトミートやんす。どうしよう、それだけがちょっと怖い今。出してないけど完成でいいのかな。やってみるか、次ちょっと試してみるか。外出さないまま。これ配達誰が言ってんだ。俺が言ってんのかな。さすがにチパッチが作ったのを水田ロッチがデリバリーするっていう感じでいいか。焼けたタイミングで完成をしてみよう。ほよ、完成ラッチ。ピザがない。ダメだって。ピザ持ってかないで空箱で行っちゃったんだね。あ、電話かかってくるまでが長い。シビアだ。つらい。ラブパパッチだよ。トマトミートお願いするよ。みんな自己紹介してくれるんだね。でも言わないとあれか。配達場所がわかんないから。とりあえず名前言えば場所がわかるから。名前言えばいいんだね。住所が割れてるんだみんな。おっと、さっきの癖だ。ちゃんとここで出さないといけないですね。トッピング増やしたいな。ピザ屋あれまで行かないかな。すぐなるね、やっぱり評判がいい。チーズオンリー、いや、チーズオンリーだけでも美味しそうだよな。はいよ。あ、びっくりした。チーズオンリーだからこうなったのか。何もなくなったのかと思った。チーズピザ、せめてコーンとか乗せたいな。じゃあラストにしようか。こんにちは、トマトミートお願いします。あれな、君名乗んなかったな。食べちゃうぞ、口パッチが。そんなこと言うと、やっぱりどうもチーズ入れてあげたよな。チーズが上に来た方がとろけて美味しそうになると思うんだけどな。肉が先に来ちゃうんだよな。まあでもちょっと溶けてるのか。ヒーローのために、あ、ヒーローって分かってるか。あ、いいよ。さて、選挙多分まだ終わんないからお見せできないかもしんないな。まあ、タイミングがあったらお見せできるかな。ほら、全然進んでないもんこれ。多分リアルで1時間ぐらいか。
今回の選挙ではパティッチを演するぜ。なのでまたじゃあ再びランク上げに勤しんでいきたいなと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。さよなら。